コロイド、推進機内部構造 LISA パスファインダーは、2015年12月3日4時4分、アトックにベガロケットで、リサ重軌道に打ち上げられた、宇宙探査機で、餌とナサ s a によって、共同開発された。スマートとは、スモールミッションズフォーアドバンストリサーチインテクノロジー、つまり小型先進技術試験機を意味する。LISA パスファインダーは、 宇宙重力波望遠鏡 LISA の実現に必要な技術を実証することが目的で NASA と ESA が共同開発した重力波検出機が搭載される。LISA の干渉計の長さは500万 km から 35cm まで変えられる。LISA パスファインダーは e ーズアストリウムによって英国のスティーブ・ニジで製造された。性誘導装置、干渉計は 餌のものと NASA のものでに系統をある。餌は、電解放射型電気推進を使用し、NASA は、妨害低減システムと呼ばれる、異なるセンサーとコロイド推進機を組み合わせたものを使用する。LISA 試験機は、アストリウムドイツで組み立てられている。ありがとうございます。